ウィリアム・ワッティソン・ホートーンは、アメリカ合衆国、バージニア州ワルノ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ、デトロイト・タイガース史上初の黒人選手、1961年8月7日、アマチュア選手のフリーエージェントとして、デトロイト・タイガースと契約を結んだ、1963年9月10日、ワシントン・セネターズ戦で、メジャーデビューを果たした、代打で登場し、 1>, 1アンダーを放ったシーズン23では15試合に出場し、打率326、1本類打4打点、に盗塁と限られた出場機会で好成績をマーク、1965年、ガイアのレギュラーに定着、打率こそ273と平凡だったものの、29本類打104打点という好成績をマーク、オールスターゲームにも出場し、 MVP 投票では8位に入った。1966年27本塁打、100打点という成績をマーク。2年連続で25本塁打と100打点をクリア。MVP 投票では21位に入った。1968年8月24日、ニューヨークヤンキース戦でメル・ストットルマイヤー投手から本塁打を放ち、自身初の30本塁打をクリア。最終的には、 リーグ3位となる36本塁打を記録した。自身2度目のオールスターゲームにも出場。MVP 投票では4位に入った。現役時代のフォートン1970年開幕から好調を維持し、自身3度目となるオールスターゲームにも出場。しかし、途中で戦線離脱となり、96試合の出場に止まった。1973年111試合の出場に、 止まったが、自己最高の打率。316を記録。オールスターゲームに出場。MVP 投票では29位に入った。1977年4月12日、スティーブ・ホーコールト投手とのトレードで、テキサス・レンジャーズに移籍。1978年2月28日、トム・バスキー投手、ジョン・ロー・エンスタイン外野手の二人とのトレードで、 デビット・クライド投手と共にクリーブランド・インディアンズに移籍。しかし、50試合の出場で、打率24、249,5本塁打、22打点と振るわず、7月3日に、インディアンズを解雇された。7月13日にオークランド・アスレチックスと契約、32試合に出場し、打率3、314,3本塁打、19打点という好成績をマークした。 8月15日、リコカーティー外シュとのトレードで、フィル・ハフマン投手と共にトロントブルージェイズに移籍。移籍後は33試合で、打率、205、3本塁打、19打点と不審に終わった。12月2日、フリーエージェントとなった。1979年1月27日、シアトル・マリナーズと契約、打率、279、29本塁打、1 6打点と、 復活し、MVP 投票でも24位に入った。12月1日にフリーエージェントとなるが、12月20日にマリナーズと再契約。1980年は、前年のような好成績を残すには至らず、12月12日に大型トレードで、フルスのレンジャーズに移籍。しかし、レンジャーズ移籍後は、試合に出場しなかった。結局、移籍前の10月5日に、 マリナーズで出場した試合が、ホートンにとってのメジャーリーグでのラストゲームとなった。1981年4月1日、レンジャーズから解雇され、5月4日にピッツバーグパイレーツと契約を結ぶが、試合には出場せず、その後2年間は、参加マイナーリーグであるパシフィックコーストリーグやメキシカンリーグにてプレイした、ホートンのタイガース在籍時の背番号、23。 デトロイト・タイガースの永久欠番に2000年指定。引退後は1985年にニューヨーク・ヤンキース。翌1986年にシカゴ・ホワイトソックスでコーチを務める。2000年、フルス・タイガースは新球場、コメリカ・パークの会場に合わせて、フォートンの在籍時の背番号23を永久欠番に指定した。2003年より、タイガースの GM 特別補佐に就任している。 1967年に起きた人種差別をめぐるデトロイトでの暴動でホートンは群衆の中心にユニフォーム姿で現れボートに平和を訴えた。1968年にはワールドシリーズに出場し、この第5戦においてホートンは見事なバックホームを行い、ランナーのルーブロックをホールインアウトにした。このホートンの返球でタイガースが勢いを盛り返して、 結果ワールドシリーズを制している。前日の通り、ホートンのタイガース時代の背番号23は2000年に永久欠番となったが、欠番指定前にはカーク・ギブソンや野茂秀夫が23番をつけていた。ホートンがキャリアを通じて使用したヘルメットは一つ。チームが変われば色を塗り替えて使用していた。1979年6月5日に、 キングドームのスピーカー直撃打を放ったものの、本塁打とは認められず、通算300号本塁打はお預けとなった。しかし、翌日の対デトロイトタイガース戦で300号を放っている。ありがとうございます。